今日は緊急のメッセージです三天使のメッセージと言われています最初に各時代の希望から読ませていただきますイエスの財政当時の政治は堕落していて圧政的であった捨てておけない悪兵、搾取、偏境暴虐な残酷さが至る所に見られたそれでも救い主は 社会改革を試みられなかった主は国民の悪兵を攻撃したり国民の敵を非難したりされなかった主は権力者たちの権威や行政に干渉されなかった我々の模範であられたお方は現世の政治から遠ざかっておられたキリストの御国は法廷や 会議や立法議会などの決定や世俗的に有力,的有力な人たちの講演によってではなく精霊の働きを通してキリストの性質が人間性のうちに植え付けられることによって立てられるのである。個人的に政治はとても嫌いです。ですが今回は 話さななけければいいいと思いましたロシア正教の大司教が「ウクライナに戦争に行けばそれは大きな犠牲だからその人のすべての罪が許され清められる」と言っていたからです。聖書には「あなた方を迫害する者を祝福しなさい」「祝福して呪ってはならない」 書書いいててああるののですすがこのようにも書いてあります私たちが前に言っておいたように今私は重ねて言うもしある人があなた方の受け入れた福音に反することを述べ伝えているならその人は呪わるべきであるキリスト教が広がったばかりの時代においてさえ またその後の世界においてキリスト教と称して全然「福音」と反することを話していた人々がいました。壺を買ったら免罪符を買ったら献金したら苦行をしたらそして戦争に行ったらあなたの罪は許されるこれが呪われるべきと言われている「福音」に反することです。 福音とは良き知らせですが、これらは全部良き知らせではないことは明らかです。自分の行いによって救われる。あるいは、ちょっとだけ自分の行いがあれば救われる。このちょっとが人によって全く違うために、福音に反することならです。またもう一つ正反対なのが、 イエス様を信じていれば何をやっても良いという教えです。ありのままのあなたで良いという教えです。え、イエス様を信じれば殺しても盗んでもいいのと、常識的に考えても社会的に考えてもおかしいのですが、これを唱えている人々が大勢出ています。両方とも、 人々を犯罪に導いてしまい呪わるべきであると警告しているのも最もですそして世の中にこの教えが氾濫する危険に対して警告したのが三天使のメッセージと呼ばれるものです特に後半の第三のメッセージは第三天使のメッセージまた信仰による義のメッセージと呼ばれています 信仰による救いのメッセージではありません信仰による義のメッセージです信仰による救いのメッセージだと先ほどの2番目の教えになってしまいますこの信仰による義のメッセージは永遠の福音と呼ばれ永遠に変わらない創世紀の昔から21世紀の今まで全く変わらないメッセージです 人間はイエス様を信じる信仰によって新しく作り変えられる新しく生まれる神様の御心を行いたいと思う人に正しい人に作り変えられるという素晴らしい福音ですこの特徴は最初に「神の裁きの時が来た」で始まります人の裁きではないのですあなたは 正しい人だと思われるのでもなく私は正しい人だ罪がないと思う人に変えられる必要も全くありません一流の科学者たちは私は何も分かっていないと告白してきました。ケプラララーはは、えー、広大なな惑星がバラバラではなく楕円軌道を描いて すなわち一つの整然とした法則に基づいてこの真空の広大な宇宙空間を回っている動いていることを発見したときに神様の見舞いにひざまずいたと言われています。なので聖なる人ほど神様の見舞いに「私は罪人です」と告白するのです。 ですので自分は罪深いとても完全ではないと思っていることは実は正しいことなのですキリストへの道です。イエスに近づけば近づくほどますます欠点が多く見えてきますそれは自分の目が開けて明らかになりイエスの完全さに比べて自分の 不完全さが大きくはっきりと見えるからです。これは悪魔の惑わしの力が失われ、人を生かす精霊の力が働いている証拠です。聖書の中、聖書の中にも自分の目に自らを知恵あるものとする人をあなたは見るか？彼よりもかえって愚かな？人に。 望みがある世には自分の目に自らを清いものとしてなおその汚れを洗わないものがある誰が私は自分の心を清めた私の罪は清められたと言うことができようか心の貧しい人たちは幸いである天国は 彼らのものもである。自分を偽人だと自認して他人を見下げている人たちに対してイエスはこの例えをお話しになった二人の人が祈るために宮に登ったその一人はパリサイ人でありもう一人は主税人であったパリサイ人は立って一人でこう祈った 神よ、私は他の人たちのような貪欲なもの不正なもの勧誘をするものではなくまたこの酒税人のような人間でもないことを感謝いたします私は一週に二度断食を断食しており全週の全収入の十分の一を捧げていますところが酒税人は遠く 離れて立ち目を天に向けようともしないで胸を打ちながら言った「神様罪人の私をお許しください」とあなた方に言っておく「神に義とされて自分の家に帰ったのはこの酒税人であってあのパリサイ人ではなかった」「おおよそ自分を高くするものは」 低くされ自分を低くするものは高くされるであろう一流の科学者たちは私は何も分かっていないと研究を放棄するでしょうかそうではありません彼らはさらに研究を続けその結果を人々に発表します自分は罪人であると思っている人ほど彼らは 新しく作り変えられ続けるのですそして自分ではそう思わなくても神様がここに神の戒めを守りイエスを信じる信仰を持ち続ける生徒とお呼びになられるのです「偽人はいない一人もいない」と聖書に書いてありますが他の場所に 義人ロト、義人アベル、正しい人、聖徒たちへ、清い方たちですね。聖なる人へと書いてあるのです。自分では、罪人の私をお許しくださいと思い祈っていても、神様に義人、聖徒、正しい人と宣言される人々が存在するのです。 さて先ほどの2つの「呪わるべき」の教えは教えの特徴は日常生活で神様に頼らなくても生きられる生活に神様のお力を必要としないという生き方ですどんな悪い生活をしても戦争に行けば全ての罪が許されるのですから神様に頼る必要は ななくなりますまた結局ありのままであなたの良いあなたでよいのでしたらもともと人間は自我が強いですから減り下って神様と一緒に歩まないすなわち神様に頼らないでまたその必要性も感じないで生きてい,こと生きているそのようなありの人のままなんて たくさんいるのではないでしょうか。この2つの教えは、通常、単独では出てきません。2つが混ぜ合わされています。ですので、分かったようで、よくわか,からなくなる。すなわち、混乱します。それが、混乱という意味の、バベル、バビロンの教えで、三天使のメッセージは、そのバビロンは、 倒れた。そこから出てきなさいと叫ぶのですでは出ていったらどこへ行くのでしょうかそれが第三天使のメッセージ「神の戒めを守りイエスを信じる信仰を持ち続ける生徒」なのですあれ2つを混ぜ合わせてると思われた方はいるでしょうかイエスを信じる信仰とは イエスの信仰とも訳される言葉です。イエス様は「私は道であり真理であり命である」と仰せになられましたイエス様の信仰とはどのようなものでしょうかさてイエスは彼らに答えて言われた「よくよくあなた方に言っておく」 子は父のなさることを見てする以外に自分からは何事もすることができない父のなさることであれば全て子もその通りにするのであるでは私たちはどうすればよいでしょうか私はブドウの木あなた方はその枝であるもし人が私につながっておりまた 私がその人とつながっておればその,人は豊かにあその人は身を豊かに結ぶようになる。私から離れてはあなた方は何一つできないからである。全く同じだと思われませんか信仰による義人とは何かそれは人が己のために 自分の力ではできないことを人の代わりに行うことによって人間の誇りを地に落とす神の働きである。ですので神様は私たちの罪を教えてくださいます。人間の誇りを地に落としてイエス様に寄らないでは生きられないようにしてくださるのです。 観難からら栄光へからです。パウロは神に対する全的幸福を彼らに勧めたなぜならばこの幸福がなければ罪は捨て去られて捨て去られておらず貪欲と情欲はまだ力を振るおうとし誘惑は良心を混乱させるからである。 強情でわがままな心にはこの幸福がどんなにつらく苦し,いものの苦しいものに思われてもそうする方があなた方にとって益である祝福の山の山言葉ですあなたにとって益先ほどの「二つ」の教えは混乱しているために昼も夜も「 休みが得られないのですしかし第三天使のメッセージはあなた方を休ませてくださるのですあなたの心は荒れていますかそれとも人知を超えた神様の平安があなたの心と思いをキリストイエスにあって守られていますか神の御言葉 義の言葉命の言葉が今この場で与えられていますあなたは今義に作り変えられることを望みますか今その御言葉によって生きようとなさいますかこれこそ信仰による義人です世界で最も単純なことです神は光あれと言われた すると光があった。神はその光を見てよしとされた。神様がよしとされる。人間に,人間に作り変えられることを望みますかはい。と答えてはいかがでしょうか。するとその時一人のライ人がイエスのところへ来てひれ伏していった。主よ、 見心でしたら清めていただけるのですがイエスは手を伸ばして彼に触り「そうしてあげよう」「清くなれ」と言われたすると雷病は直ちに清められたすると人々が中房のものを床の上に寝かせたままで身元に運んできたイエスは彼らの信仰を見て 中風の者に「こよしっかりしなさい。あなたの罪は許されたのだ」と言われましたさらに百卒長の話ですが「それですから自分でお迎えに上がる値打ちさえないと思っていたのです。ただお言葉をください。そして私のしもべを直してください。 私も権威の下に服しているものですが私の下にも兵卒がいまして一人の者に「行け」と言えば行き他の者に「来い」と言えば来ますしまたしもべに「これをせよ」と言えばしてくれるのですイエス様が「光あれ」「そうしてあげよう清くなれ」「あなたの罪は許されたのだ」 行け「これをせよ」とおっしゃればその通りになります。その御言葉によよって生きようとなさいますかはい実に単純で何の混乱もありません。そして主は彼を外に連れ出して言われた「天を仰いで星を数えることができるなら数えてみなさい」。またた彼に言われた あなたの子孫はあのようになるでしょう。アブラハムは主を信じた。主はこれを彼の義と認められた。アブラハマさんがどんなに年を取り不可能に見えても今現実にその通りになっています。創世紀から新約聖書21世紀までずっと と変わらない永遠の福音私たちがどんなに不可能に思えても自分の心が絶望的に思えてもいえ絶望的に見えるからこそ神様の見業なのです私はもう一人の見つかいが中空を飛ぶのを見た彼は地に住む者すなわちあらゆる国民部族国語 民族に述べ伝えるために永遠の福音を携えてきて大声で言った「神を恐れ神に栄光を着せよ」「神の裁きの時が来たからである」「天と地と海と水の源とを作られた方を不潮がめ」「天と地と海と水の源は 神様のお言葉で作られたのです。そして神様は人を善悪ともに裁かれます。そしてその時に神様はあなたの罪をイエス様に全部負わせて十字架上で罰せられたのです。各時代のの希望ですイエスははある癒しの場合には 求めらられた祝福をすぐににはお与えにならなかった。ところがこのハンセン病にかかった人の場合には訴えがなされた途端に祝福が与えられたこの世の祝福を祈り求める時に我々の祈りに対する答えは遅れるかもしれないあるいは神は我々の求めるものよりも 他のものをお与えになるかもしれないしかし罪からの救いを求めるときにはそうではない我々を罪から清めて神の子とし聖なる生活を送ることができるようにしてくださるのが神の御心であるキリストへの道からですイエスは何でも祈りを求めることは すでに叶えられたと信じなさい「そうすればその通りになるであろう」と言われましたがこの「み約束には条件が一つあります。それは「神のみ旨に従って祈る」ということです。けれども私たちの罪を清め「神の子らとして清い生活を送らせよう」となさるのは 神の御心です,ですからこれらの祝福を願い求めそれを受けたと信じて神に感謝してもよいのです誰でも今そのままで受けることができます後で明日いつかふさわしくなったら時間がたてば 気持ちが乗ったら、良い機会が来たらではありませんそれは緊急のメッセージ今、この場で天使が大声で言っているメッセージ今がそのゴールデンタイムなのです